苦しめる手。これは私が結婚する前に体験した話です。独身時代の私はまさに自由奔放でした。仕事はフリーな感じで、たまに入る読者モデルの撮影をしてお金を稼いだり、それでも足りない場合はキャバクラで稼ぐという気ままな生活をしていました。実家で暮らしていたので食べることには困らず、余計に完全なる自立ができていなかったように感じます。そんな私が自由なのは仕事や生活スタイルだけではなく、恋愛に関してもかなり自由でした。今考えると女性としてだらしがなかったなと思えるのですが、もちろん当時はそんなことも考えることなく、さまざまなジャンルの人と気ままなお付き合いをしていました。付き合っているのか遊んでいるのかわからない曖昧な関係で、特にヒロシとゴロという二人の男性と一緒に過ごしていました。ヒロシは医療関係の仕事をしていて、実家もとても裕福な男性でした。見た目も悪くはないので、もしかしたら私以外にも一緒に過ごしている女性がいるのかなと思いつつ、彼との程よい距離感が楽しかった記憶があります。何より私には結婚願望というものがなかったのも、お互いの関係が続いた要因なのかもしれません。反対に五郎は若くして土建業で成功していて、従業員は3人ながら20代後半で社長をしていました。五郎は私に対して束縛が激しく、おそらく女性との関係は私だけだと思っていたので、付き合いが重荷に感じることも少なくありませんでした。そんな五郎からは将来のことをほのめかされたり、当時彼が住んでいたマンションで生活しようと言われるものの、毎回なんとなくはぐらかしていました。そんな生活を続けていた私に異変が起きたのです。その日はクリスマスのイブイブで、寒いながらも街はとても賑やかでした。私はクリスマス期間はバニーガールに扮装し、店頭であるお酒メーカーの商品を PR するアルバイトをしていました。クリスマスの予定も一切入れておらず、年末にバタバタと方々で忘年会をする約束をしていたのです。23日は仕事の後の飲み会に参加したので、かなり酔って実家へ帰りました。メイクも落とさずにベッドで眠り込んでいると、突然、死ねー女性の声が耳元で聞こえました。気がついて私がうっすらと目を開けると、誰かの手が私の首を絞めているのです。体は固まって動かないので、目だけで確認すると、細くて美しい手がそこにありました。最初は妹が冗談でやっているのかと思い、必死にもがきます。すると、スーッと体から手が離れ、はっきりと目が覚めると体も動くようになりました。体を起こすと私の部屋のテレビと間接照明はつけたままになっています。妹がいた形跡もないので急に怖くなり妹の部屋へ行くと妹は留守でした。そういえばクリスマス期間は彼氏と泊まりへ行くと前日に言っていたことを思い出しました。両親の寝室も覗いてみましたが、二人とも熟睡です。悪い夢でも見ていたんだなと思い、メイクを落とすために洗面所へ行きました。そこで洗面所の鏡をふと見ると、私の首にははっきりと手の跡がついているではありませんか。誰かが私の部屋に来て首を絞めたことが事実だと思うと、怖くて体が震えました。その日から私のすっきりとしない日々が始まりました。家に帰るのがなんだか嫌だった私は、それこそ日替わりでヒロシやゴロ、その他男友達と遊んでと、男性の家を転々とするようになりました。ですが、どこへ行っても寝入った時に誰かが首を絞める出来事が続きます。現実なのか夢なのかも曖昧で、しかも原因不明な怪奇現象に追い詰められた私は、だんだんと神経質になり、一時的に
ノイローゼ状態にもなりました。精神的に不安定となったことで気がつくと、私の周りにはヒロシやゴローはおろか、一人残らず男性が離れていったのです。ある時、私のひどいやつれ方を心配した職場の同僚が霊能者だという人を紹介してくれました。その同僚には私の不調の原因を話していたので心配してくれたのです。霊視したところによると、ゴローの別れた元彼女が私のことを相当恨んでいることが原因だと言われました。その恨みが生き霊となって私へ悪さをしているらしいとのこと。すぐにゴローの元彼女に会って誠心誠意謝罪しなさいと指示を受けました。ゴローの元彼女はなかなか私との対面に応じてくれなかったのですが、ゴローに説得してもらい会って謝罪をしました。霊視の通り、私はゴローの元彼女から相当な恨みを買っていました。それもそのはず、ゴローとの結婚を意識し始めた矢先に私が現れ、別れの原因となっていたのです。それからは私を苦しめる手は現れなくなりました。やはり手の主はゴローの元彼女だったんだと思います。人との付き合いは真剣にするべきだと痛感した私は、その後お付き合いした方と幸いにも結婚することができました。若気の至りで片付けられない私の体験でした。